レジオマジックチーム皆さんよろしくお願いします。準備お願いします。レースレースで続いて、2曲目、イコチチームの皆さんも準備の方お願いします。皆さんこんばんは。DRS40 回目スタートします。初リクエスト若年です。ボーカルです。よろしくお願いします。さあ飛ばしていくぜ。We'll be right back.
ジ久しぶりだよね。サゴジン久しぶりだね。あとあのなんだっけ、サゴジンスタジオがなんかこうできたって噂を、ね、聞いたね。確かにね、私がツアーをね、そうやっぱりこうツアーを組んで、まあ、BRS サゴジンスタジオツアー、夜中叩いても大丈夫らしい。夜でも大丈夫。なのでシンプルしました。綾戸知恵やで上戸綾です、すいません間違えました。もうちょっと言ってほしい。ちょっとね、美穂さん勇気ないもん、もっと綺麗って言った時、いや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 、これ以上聞いたらいやいや。仮装すごい考えてたけど、パン屋さんギリギリになっちゃって、一応あんだけ言っときます。スイカやってこようと思って、顔緑に塗ってこうマジックで黒く、ただね、緑色のファンデーションどこにも売ってないじゃん。 ね夏だ、やっぱ季節だからさ、置いとかなあかんやん、緑色のファンデーションないね、ピッコロになっちゃう。残念、ここは一旦ちょっとライトで、まあ、頭だけ仮装してきた自分仮装です。まあ、化粧しとること自体が仮装だねね。あ、浴衣来た、女浴衣来た。浴衣来たよ。やっと女の子の無理。女こうじゃないよ、こうじゃ。はい。でも皆さん。私には後を追かない。今更仕方ないのだけど、涙が溢れて止まらない。
Thank you.
チョコチョコピンとってチョコ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 大好物みたいな日本語難しいって
そうですね、終わり。ビジュアルが良かったですよね。ビジュアルが良かったですね。やっぱりこう、はい、危ない危ない。すげえ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 。ジャンプさんがちゃんとアニメの T シャツを着てるってことは僕さっき気がついて。それアニメの T シャツなんですか？そうですね、あのワンピースですね。そのドレスコードの持ってるってことが素晴らしい。そんなガンマさんに拍手。で、続いて、最強化女子月光チームの皆さんお願いします。Come on.
けど俺はどうしたんだ。上手なのだ月にどんな性格で届かなくてもだから行くなよ。後悔しても知らないぜ昨日はすごい不安そうなこと言ってたけど完璧でしたね。さあ、こっちもかっこよかったです。ありがとう。
最初ちょっと吠えるんで、ちょっと俺の声うるさくないかな、大丈夫かな。いきますよ。
で
でもね、今あそこにね、これ8月のこの練習に追加しましたけども、こういう実験をするのいいですよね。こういう曲って普通セッションでは出ないからね。そうですね、冒険の曲だもんね。Thank you.
はい、素晴らしい。ということで、ありがとうございます。リアルチームでした。トムキャット、メルちゃんが、期待通りの格好性格決めましたね。ありがとうございます。仮装がね、結構今回少なくてね、仮装大臣のミッチーが浴衣着てるしね、あれなんですけども、でも今日はちょっと涼しげな、浴衣のチームで、楽しいと思います。ありがとうございます。トラ君、久しぶりにありがとうございました。一瞬誰かわかんないですね。メグちゃんもなんか、ね、はい、トムキャットの後はね、ふわふわ時間ありますんで、その後5571ジャッジ、準備の方お願いいたします。ありがとうございます。
その後、557188、用意お願いします。I'm gonna go to the hospital.
くれました。あとまとまあとまとまと。ボーカルマジちゃんお疲れ。高校生に見えてきた。やばい。お疲れ様でした。バッキーのメンバーは、ね、残念ながら高校生には見えませんでした。でこのアンパンマンは誰なの？やったことがない。
めちゃくちゃやないかよこれ。ってやつですか。ありがとうございました。じゃあ夏祭り入ってください。はい、ということでですね、今のセットがまこちゃん、これで今日のセットが終了、ありがとう。チャーリーギター、ベース、東梁さん、ボーカルさとみんでした。それで申し訳ない、すいません、どう考えてもちょっと今日ボーカルが聞こえにくいんで、楽器のバランスを少しちょっと調整してから演奏に入ってもらっていいでしょうか。ビリーブちゃんです。あ、お待ちかねはあのベンジャミンだね。はい、何がお待ちかねなのかね。お持ち帰りしたいっていうことですかね。まあそういうことで、夏はいろいろ恋があるということですね。皆さん盛大に恋をしていただきたいと思いますけどね、俺はもういいです。終わってからちょっと上げてもらいますかね。ベンジャミンが ね、そうなんですよ。まあそれもありかな。それを見ればいつやったのか分かるっていう。ああ、柴田さん。はい、その後ね、アンパンマンのブルーハーツチームの後慶応に入りますんで、輝くガールの方ですかね。すみません、慶応ブルーハーツの次の慶応って輝くガールになってます。はい、輝くガール、はい。
Super Mario!
ジャクソン、ピーパーにですね、ポッキーさんの衣装に注目ですね。衣装というか、メイクというか、なりきってますね。
け異様にしろ。さあ踊るぞ。最高最高。ちょっと質問、このこいつの名前何だったっけ？バブルス。バブルス。それがどうしても思い浮かばんかって勝手に今日ヒカルドって名前つけてみました。ヒカルド、あんた見てるか。ヒカルドも、ヒカルドちょっと待っといて。ヒカルドが、まあ、ヒカルド、すげえ羨ましいじゃん。琴崎さんがファンデーションを塗ってるのを今 見ましたでしょうか。今コンパクトが胸元から出てきました。コンパクトって言わないんだ今。ごめんなさい、今何て言うの。最近の化粧道具が分かんなくてちょっと疎いんです。準備はできてるでしょう。では出て。はい、ラビアThank you.
ハードロックのあれなんでね、まあ
ちょっとこれはパートナーに難しいなっていうのはちょっと仕込んでいただけるといいかなと思っております。どうしても1ヶ月のセッションで1週間に乗っかりっていうと難しいですね。はい、じゃあ準備ができた人から手を挙げてもらっていいですか。あの、タケチンがいないね。間違いない。ムービングキーボードね、ビリーブが触るとキーボードが反応するっていうことですかね。頼むとおります。ちょっと左寄りが好きってことかな。そういうことね。はい、いっそこさんもね、保護者の顔を振りしてよく言いますけどね。すごいですよ皆さん、明日の土曜日ですよね。さあ飲んでくださいね。車で寝ていけばいいですから、飲みましょう。はい、で、準備の方よろしい方は手を挙げてもらっていいですか。はい、タケチンの後ちょっとね、ビリムちゃん準備が OK。 はい、あとはい、タケチンですね。犯人になりたくないよね。はい、ありがとうございます。よし、じゃあお願いします。
チンコの吸ってな、来たな、女子高生の高木ワンピースペース、ありがとう。はい、ビリーアイドルチームの後はですね、マジンガー Z のレイジーの、